終わりました。終わったよ。お疲れ様でした。お疲れ様でした。みなおばバスでパーティー with カオタン2024、いかがでしたか。なんかさ、超楽しかったね。今回名古屋、あっという間。そう、初めてお互い名古屋でイベントしたりして、名古屋でしか会えない人にも会えたでしょ。会えた会えた会えた。レアキャラにも会えたし、東京でもこの2人でやったから、多分こうチェキも大盛況だったし、すごいね、スリーショットね。でも結構貴重なイベントになったなと思って、どうでした？でも本当に私はそれこそ何バスツアーとかやろうとしてて、チケットも売ったけど、コロナ禍でちょっとなしになったりとかで、なかなかこう名古屋でイベントしようっていう時がもうずっとこうタイミングが取れてなかったから、こうやって話をいただいて、名古屋と東京でって言って、もう全然出ますみたいな、もう即決で、でやったやってみたらとっても楽しくて、でミナのファンの方も会ったことない人たちがいっぱいだったんだけど、初めましてですよね。みんな優しかったし、なんかキャラが濃い人もいるし、本当に赤ちゃんから老人まで来てた。ちゃんと本当に赤ちゃんだって、マジ0歳から、そう8ヶ月とか、そう8ヶ月から67歳まで来てた。誰でも来れるイベントになっております。老若男女来てた。ちゃんとね、多かったよね。男もいたね。そうベイビーもいる。そう、そうロンパースも売ったもんね。そう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 、発売ね、そうなるから。いやいや、すごかった。なんか、大番しってこういう人たちが多かったんだっていうのを改めて知りました。いろいろいる、いろいろいた、楽しかったよ。優しかったね、で今回は本当に私のバースデーイベントにゲストってなったんで、本当にカオタンのファンの皆さん結構配慮いっぱいしてくれたから、本当に、私たちのファンもあの何不満なくみんなね、これ平和に過ごせた。本当にね、ありがとうございます。本当にね、楽しかったので、逆に一人じゃできなさそうなイベント、それこそ最後ね、カオタンと一緒だったらできるんじゃないかっていうのでね、一個案がね、まだ仮ですけど、バーベキューとかね、一人でやるよりみんなでやった方が楽しいよねっていうことで、そうそう思ってた。とか自分と、じゃいつもお世話になって南木さんとか関根さんとか田辺さんたちとやっても、やっぱうちのファン濃すぎるからさ、なんかちょっとなみたいな、それはそれでちょっとテーブルも分かれて、さらにそう濃いなみたいな感じだから、もしなんか合同で外とかでさ、ね、また別の感じでできたら、そしたら合同イベントなんで、もうほんとあの全然もうカウタンファンも遠慮なく来れると思うので、そうそういいかなって思ったね。そうですね、困ったらお手伝いも、困ったらおじさんたちにも頼める。あ、確かにそうだね、カウタン側の保護者としていっぱいいるから、まあ、でもよかったね、本当に。なんかさ、あ、難しい話していい、はい、2人ともさ、アイドルだったのに結婚したじゃない、カウタンお母さんにもなったし、確かになんか そんな中こうアイドルイベントっていうかさ、こうアイドルの時と変わらないイベントやるのどうなんだろうみたいなさ、葛藤がそれぞれあるわけじゃない。一応ね、一応やったところで需要あるかなって思う。あ、まあね、ファンの人たちだって、だからそれでも来てくれようとか、だからじゃあ行かないみたいな人とか、いろんな人たちがいて、なんかそういう気持ちもさ、2人がちゃんとあったし、それ普通のことじゃん。でなんかそれも含めて受け止めてくれる人たちがこれだけ集まりましたとか、そうそうそう、なんかいいじゃんとか思ったし、なんか2人揃うとやっぱそういう悩みを取っ払った形でのイベントがやっぱできるねっていうのはやっぱ新たな一面だったよね、まあ、なんかもう超えてるしね、一回みんなそのさ、モヤモヤした気持ちを乗り越えた人たちしかいないから、声援舞台、そうだよ ね、子供の名前決めるイベントやってんだもん。こっちはもうさらにさらのせい、さらにちゃんともう大丈夫。そうだね、もう何があっても基本はもうないもん、ないと、これ以上のことはないから、ないかもう一生共に生きていくファン。こっちはちょっと一個乗り越えた、ちょっとまだ新米の人たちだけど、だここを見て、あ、大丈夫なんだみたいな、まだ関係って続けられるんだっていうのをすごいなんかね、お手本というか、ちょっとねねねね、でファンで来てくれる人たちも多分ライフワークが変わり、確かにそうそうっていう
ことを多分この十何年の間にあるわけじゃん、ね、みんな、 なんか SKE 応援しつつ今日来てくれた人もいるし、うん、この後他のところに行きつつとかみんな自由だったよ ね、 そう、それぞれ私たちが自由にさせてもらってる分みんなも自由に、うん、もちろん縛ったりしたら私だけを倒しみたいな、なんでなんでそのレーン行くのみたいな、もうないじゃんそれはもう、ないないない、もうどうぞいくらでもつぎ込んでくださいと。そうそう、本当にあとなんか完売しなきゃとか部数増やさなきゃみたいなのもないもん ね、 ね、むしろなんかみんな大丈夫かなみたいな、そうそうそう、なんか交通手段あるとか大変、なんか本当に、あと今回のすごい病気がすごい多かったから、みんな病を乗り越えて来てくれる人が多すぎて、ちょっと脳と心臓が多めだった、いたね、脳梗塞の人と心筋梗塞の人なってしまったけど全然後遺症なく、うん、そう後遺症はないんだけど、なんか1年越しに来た人もいれば本当3日越しに来た人もいて、うん、もうなんかすごかったよね。みんなそりゃ年を重ねたらいろいろあるよねっていうのも、だから近況知らせてくれんだね、そうやって、うん、なんかそれいいね、大丈夫ってなるよね、こっちはびっくりしちゃうね、いや退院してこれたとか、うん、骨折ってギブスのまま来てる人もいたし、松葉杖の人もいたし、本当にいろんな人がいるけど、本当にまあでもそういう人たちをこうケアできる余裕も我々にはこう、そうだね、やっぱね年が年なので、うん、これがまた二十歳とかの若かったらちょっとね、はたはたってなっちゃうけど、もう持病とかもちゃんと心配できる、もういつが来ても誰が来ても大丈夫。すごい楽しかった、アットホームだったよね、めっちゃアットホームで、みんなのファンの人も本当にアットホームだし、うちも別にそんな悪させずちゃんと、むしろなんかいろんなことを教えてくれたし、もうすごいなんかサポートがすごかったので、よかったよかった、ね、楽しかったで、ちょっと別の形でこのゲストじゃなくて合同のイベントができるように、うんうんうん、できればね、何かできたらいいですねっていうね、すごい楽しかったですね、楽しかった、本当に。じゃあ麦子さんこんなところでいいですか、おい終わり。バイバイ、またね。本当にお誕生日おめでとう。ありがとう。